皆さん、おはようございます。東華村塾の吉澤大二です。本日は都内にある明治維新の名将山田さんと一緒に巡っていきます。おはようございます。山田です。今日はですね、明治維新のいろんな名所を巡ってきますので、よろしくお願いします。では、山田さん、最初はどちらでしょうか？ここですね、松陰神社。この松陰神社というのはですね、明治維新の立役者の若者たちを教育した吉田松陰という方をですね、お祭りしてある神社なんです。じゃあちょっと中入ってみましょうかね。吉田松陰先生っていうのは、この明治維新の若者を教育した先生なんですね。ただその先生、やっぱりペリーが来た時に、鎖国の掟を破って外国に行こうとしたことでですね、いろいろ紆余曲折があったんですけど、最終的には安政の大獄で打ち首になっちゃったんですよね。山田さん、これは何ですか？これね、松下村塾の建物を、実物は山口県の萩っていうところにあるんですけども、それをこう模型っていうか模してね、建てたものなんですよね。私、高校生の時かな、友達と一緒に萩まで行って実物見たことあるんですよね。すごい。だから、なんか松下村塾っていうか、もっとなんかこう大きいっていうと、なんか本当にちっちゃい寺子屋でね、なんかこっち側はなんか8畳の間らしいんですよ。それで向こうに後でね、10畳を建てましたっていうんですけども、ここで伊藤博文だとか高杉晋作だとか、いろんな明治維新の立役者の人たちを、教育したということなんですよね。すごい塾ですね。で、それもね、教育したのたったね、2年とかそれぐらいなんですよ。でもやっぱすごい影響力を持った、こう、なんていうかな、その考え方を伝えたっていうね、人なんですよね。すごいなと思いましたね。だって、その萩に行ったらね、明治維新発祥の地とかってね、書いてあるんですよ。すごい。だからね、明治維新の話するにはやっぱりね、ここにね、来ないといけないなと思って来たんですけど、来てよかったですね。そうですね、天気も良くて。天気もいいし、ね、桜も梅も咲いてるし、ね、2年でも精神は伝わるんですよね。長い短い関係ないんですよね。ちなみに吉田松陰先生はこの塾でなんかどういうことを教えてたんですか、思想以外に。やっぱりその考え方、四書五経とかそういうふうな素読とかじゃなくて、やっぱり世界情勢がどうなってるかとか、日本はこういうふうにしないといけないだとか、そういうことを教えられたと思うんですよね。あと、今ね、気づいたんですけど、あそこ1って書いてあるでしょ、瓦のここにね、あれがね、毛利家のね、家紋なんですよね。1っていうのが、一水会とかってあるじゃないですか。その1もつながるんですけどね。なんかすごく本当にこの角度であそこ見てると、空が青いし、桜は咲いてるし、日は照ってるし、そうですね。めっちゃいい日ですね、今めっ日はちゃね。いいです。じゃあ、山田さん、松陰神社の紹介ありがとうございました。じゃあ次のスポットに移動していきます。で、山田さん、YouTuber になると瞬間移動できるんですよね。あ、そうなんだ。じゃあ、せーのでジャンプして瞬間移動していきましょ行きましょう。せーの。よいしょ。じゃあ、次のスポットに到着しました。山田さん、こちらなんかすごい素敵なデートスポットみたいな場所なんですけど、明治維新とどういう関わりがある場所なんでしょうか？ここはね、なんかお台場公園っていうところでですね、あっちちょっと見ていただければ分かるんですけども、あれがね、お台場なんですよね。そのうちのね、第3が残されて公開されてるんですよ。じゃあ、これからあっちに歩いて行ってみましょうか。歩いて行ってみましょう。移動しまーす。はーい。灯台の跡、だから台場。そうなんです。灯台の台。そうです。あっちになんかね、なんか灯台の跡が残ってるらしくて、そこにあるのがね、弾薬庫の跡らしいんですよ。これですか？はい。
今度移動してきましたら、なんか石がいっぱいある場所に来たんですけど、山田さん、これって何なんですかね。なんか陣屋跡って書いてあるんですけども、はい、これ多分柱を建てるための基礎だと思うんですね。だからここにこう柱が立ってて、屋根があって、壁があってっていうことだと思うんですよ。あ、建物がここにこうあった。そうですね。建物っていうのは どんな人が多分ここの守備兵っていうんですか、はい、ここに駐屯して、はい、あの黒骨が来たら出て行って大砲を撃つ係みたいな、そういう江戸時代の守備兵の人がここにね、あの駐屯してたんだと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとまた移動していきます。はい、ここですね、かまど跡って書いてあるんですけれども、うん、この真ん中のところ、中が空洞になってるんですね。はい、それでそこでですね、こう煙がバーッと上がると、うん。じゃあそれはどこから煙が来るかというと、ほら、ここのところにね、穴が開いてるじゃないですか。はい、ここからね、煙がこう上っていくんですよ。で、ここからですね、はい、木とかくべるんですよね。ここの上に鍋を置いて、はい、それで火をバーッと、なんていうかね、移行して、うん、それでここで煮炊きをする、うんうん、そんな感じなんですよね。なんかここの当時生活してた人たちのなんか様子が見えてきますね。そうですよね、はい、私もこんなの見るの初めてで、はい、普通の家にあるのは一つ用のかまどしかないんですよね、うんうん、だからそのはがまって言うんですけど、そういうはがまでご飯を炊くとかね、うん、そういうのはあの昭和の初めもやってたんですよね、はい、私子供の時にそういうの家にありましたから、はい、それがしばらくしてあの電気窯に変わったって感じですからね。うん、ありがとうございます。大ちゃん、これ何？わかんないです煙突、煙突ですね。ここはじゃあ台場公園のですね、一番の目玉ポイント、砲台跡に来て、来ました。山田さん、これは砲台があっちに向かってこう設置されてたっていうことですかね。そうですね、はい、ここに大砲が1門、あそこに1門で2門あったと思うんですよね、はい、それであっち向いて球が打てるって、そういう形になってますよね、うんうん、あっちが品川ですか。あのね、クレーンのあるあたりがね、はい、品川のちょっと奥なんですよね、うんうん、だからあの黒船っていうのはあっちの方からこう入ってきて、ここを通って、はい、まあ、当時レインボーブリッジなかったですけど、はい、レインボーブリッジを抜けた、うんうん、あの左手が江戸城なんですよ。あ、なるほど、うん、だから昔は多分ね、ペリーね、一回見に来た時はその辺まで入ってきて、はい、バンバン大砲を撃ったと思うんですよね、うん、でここがね、第三台場っていうらしいで、第三台場、いや、1年で作ったって江戸の人も偉かったんですね。すごいですね。でこれでペリーが、まあ、まあ、威嚇されてというか、黒船が入ってこれなくなる。2回目はね、はい、結局ここまで入れなくて、もちろん台場があって台砲あるからね、はい、だからあのここもう江戸湾っていうか東京湾に入らずに、はい、横浜とか浦賀の方に行っちゃったっていうわけなんですよ。だから江戸防衛作戦は成功ということなんですね、はい、すごいですね、当時の人はすごいですよね、はい、勉強になりました。なりました、ありがとうございます。あっちに1個島があるんですけど、あっちがね第6で、うん、これここが第3でしょ、うん、第6でしょ、うん、であっちがあの江戸湾っていうか東京湾の入り口で、はい、ちょうどここを通って船が太平洋から、うん、あの東京湾、江戸湾の入り口から江戸城の方に行くということなんで、はい、もう完全にここはですね、はい、防衛ラインになってたわけですね、うん、じゃあ重要なポイントですね。重要なポイントですよね、はい、はい、じゃあまた少し移動してきました。山田さん、ここって位置的にはどういう位置になるんですかね、場所は。ここはね、第三台場の北西、はいはい、北西の角なんですね、はい、で、あっちの方がですね、はい、ちょうど江戸城に当たるわけなんですよ、うん、ちょうど、ちょっと分かりにくいですけど、船が並んだ先っちょの辺ですね、あの辺りがあの築地ですね、昔のね、魚市場があったところ、はい、築地の横が銀座、うん、銀座の横が有楽町ですから、うん、あの方向が江戸城なんですね。であの辺にあるのがあの浜離宮、はい、になります。だからちょうど東海道で
陸をこういう風に登ってきたという感じなんですね、はい、で黒船は海の上をこう来て入っていっちゃったんだけど1回目はね、はい、2回目はこれがあるから阻止されて、はい、江戸湾の奥まで入れずに、はい、あの横浜とか浦賀の方に行っちゃったということで、まあ、あの東京防衛江戸防衛大成功ということなんですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後のですねスポットに移動していきます。え、最後のスポットって維新の立役者のあの人のとこですか、はい、そうです。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ周回移動していきますので、はい、せーの、よいしょ。はい、じゃあ山田さんまた移動してきたんですけど、ここ見てください。はい、明治維新で一番有名人の坂本龍馬です。で場所は品川区の立ち合い川の駅から徒歩2分ぐらいの場所なんですけど、なんで坂本龍馬がここの品川区に像があるんでしょうか。あの坂本龍馬って実は北進一刀流の免許回転の達人なんですよ。剣術ですか。剣術ですね、はい、それでですね、高知、はい、まあ土佐ですね当時のね、うん、か上京してそこで北進一刀流の道場で習ってたんですよ、はい、それでここはですね、はい、土佐藩、まあ、高知出身のね、はい、土佐藩の藩邸っていうか、うん、そういう鮫洲にあったらしくてですね、うん、そこに泊まって通ってたということでここに立ってるんだと思います。全然知らなかったですね。いやそうですね。はい、山田さん、この坂本龍馬像に書いてますね。教科書とかにねよく出てくる坂本龍馬の像ってブーツ履いてるんですけど、はい、これね若き日の坂本龍馬、はい、剣術修行をねしてた二十歳の頃なんで、はい、まだこれ草履履いてるんですね。なるほど、草履とかあるんです。え、ここしかないらしいですよ草履像は。レアな、そうですね、レアですね、はい、ありがとうございます。じゃあこれからちょっといろんなスポットがまだあるので紹介していきます。あ、浜川砲台って書いてますね。そうですね、はい、だから砲台があるんですかね、ここはね、うん、おー、ありました。でかいですね。でかい。ここがさっき紹介した坂本龍馬像から歩いて 2,3 分ぐらいの場所にある浜川砲台ですね。これって本物ではないんですかね。これはなんかレプリカらしいですけどね、はい、あのちょっと6貫目、まあ、22キロの弾を撃てる大砲らしいです、うん、22キロはい、だからまあね、ちょっと小学生の小さい子22キロぐらいですか、はい、だから結構飛ばせるんですね、うん、でもうそこに今はね団地立ってますけど、はい、あれ埋め立て地なんで、うん、もうそこが海岸線ね、船止まってますから、うん、もうそこは目と鼻の先が海岸線だったんで、はい、さっきのが島を作って防衛したとしたら、うん、これは陸地に大砲を置いて防衛したと、うん、はい、でここねなんか土佐藩の屋敷だったらしいんですよ、うん、この場所がね、はい、だから坂本龍馬もここで寝泊まりしてたっていうことで像があっちにあって、はい、砲台がここにあるんだと思います。うーん、ありがとうございます。顔真似してる感じですね。はい、じゃあここまでご視聴ありがとうございます。今日はですね、松陰神社、台場公園、そして坂本龍馬像、山田さんに紹介いただきました。今回の動画を見て歴史に興味持っていただけたら嬉しいです。次回はどこの名所巡りをしていきますでしょうか。そうですね、はい、次回はですね、文明開化でいきますかね、はい、それとも江戸城無血開城でいくかちょっと考えてみたいと思います、はい、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしてください。チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。お願いします。